皆さんこんにちは、チャピさんです。今日はちょっといつもと違うジムに来ております。大阪のデルタフィットネスさんです。以前プライベートでのりくんとゆりなちゃんとボートレしに来たことがあるんですけども、今回はちょっと撮影で来させていただいております。皆さん憧れのカネキンさんのポスターもあって、あと IFBB のすごいプロ選手の方とか生のプロの選手の方とかも来られてるみたいで、サインがいっぱいあったので、ちょっとねこのかっこいいジムで今日は胸と腕トレをちょっとしていきたいと思います。大会の1週間ちょっと前なので、ちょっと気合い入れて頑張っていきたいと思います。皆さん知ってるかもしれない、あのムキムキマッチョの方もいらっしゃるので途中お話できたらなと思います。それでは行きましょう。一旦これしようか。胸トレは週に1回2種目だけなんですけど、この上部をやってます。なんか私の出るクラシックっていう部門はもうめっちゃこの形に似てるスーツ着るんですけど、ここが見えるくて、この線を作っていくのに、このインクラインって斜めになってる種目をちょっとやってます。苦手やけど、めっちゃ細い。アップ結構いけそうだ。結構張り付いてきた。昨日ハイカーボで結構筋肉の張りはいいけど、もっとピタピタになりたい。よし、セット目いきます。いけるいけるって毎回重量上がってって、いけないいけないいけないっつって、いけるいけるっつって、で気づいたら伸びてました。才能を見抜かれたってことですね。いやいやいや全然なんです。言われた通りやってみて、できひんって思ってもちょっとやってみて、でやってみたらできて、の繰り返し。やっぱできちゃうんすよ。気づいたらちょっとずつみたいな。絶対無理やと思ってたけどな。それこそなんか最初ここまでやるって思いました、トレーニング始めた時。絶対私大会出てる人反対派やったんです。ああはい、なんかステージの上でうい、はい、いいだろみたいな何してるって感じだったんですけど、気づいたら沼ってましたね。いや不思議ですよねこの世界、ね、気がついたらそう、ハマったらハマりますよね。そのことしか考えてない。
生活が全てそれ中心に、そうそうそう、なんか階段登っててもうわハムみたいな。ナースケ君とバイタスさんがコラボしたみかん味の家なんですけど、めっちゃ美味しい。ジュース減量中のこのサプリのこの美味しさっていうのをマジで助けられる。最後はストレッチ、フルレンジでストレッチするんで重量落とします。ちょっとよっ、立ちくらみした。はい、これ終了。お疲れ様です。塚健さんです。なんか僕なんかこういうの初めてなんですけど、ちゃんと紹介塚健さんです。胸やばくないですか。見たことない。横から見ていただきたい。もうこんな出っ張ってるおっぱい。出っ張ってるおっぱいって言っちゃう。素晴らしい狂気を持って塚健さんに、今日私たまたま胸トレなんで。はいはいはい、いいっすね。なんか一種目教えてください。任せてください。あのね、僕本当に胸トレだったら唯一教えられる。唯一なんだ。塚健さんも減量中ですよね。そうなんですよ。ちょっと頑張りましょう。お互い末期です。マッキー頑張ります。あんま言わないですよ、マッキーですって。今ね、インクラインやったんですよ。てか僕思ったんですけど、めっちゃフォーム切るっすね。え、嬉しい。すごいっすね。見てたんですか。おぉ、いいっすよ。これですか。カブにペックフライなんですけど、ペックなんですか。そうなんですよ。だけど、カブに入るんですよ。で、しっかり締められるんで。わぁ、すげぇ。わぁ、うわぁ、これマジでおすすめっす。まあ、唯一僕はあのアドバイスを言うとしたら、あの唯一って、いや、1個しかない。あの、結構フライって、まあ、この肘曲げたままになっちゃうんですけど、最後だけちょっとこう肘入れちゃった方がいいっす。こう、そうそうそう。だから、僕のイメージは、円を描くというよりかは、ちょっとこう、焼きおにぎりを描くように焼いてるんですね。
そう、おにぎりなの、焼きおにぎり。焼きおにぎり。若干三角気味の方がいいです。もうやばい、焼きおにぎり食いたい。やべえ、食欲とかやばくないですか？どうやって我慢してるんですか？いや、なんかわりかしいけてますね。でも最近マジでうどん食べたすぎて、うどん、うどんマジで8玉ぐらい食べたい。8玉、うん、こんな家族用のどんで食べたい。つるどんどんでもないですか、そんな。きつい。最近あのこれおすすめなんですけど、 YouTube であの眠れる音楽ディズニーって知ってる？ディズニー。そう、あの眠れる音楽聞くこともあります。そうでもね、あれそうで、僕ディズニーの眠れる音楽みたいなオルゴールなんですよ、うん、でうわ寝れるわと思ったらディズニーに行った気分になっちゃってテンション上がってきちゃってもう目ギンギンになっちゃって赤いやん。ディズニー行きたいやつって。高さはもう手に合わせた方がいい。そうですね、伸ばした時に、90度よりもちょっと下気味に。そうそうそう、そんぐらいそんぐらい。そう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 、焼きおにぎり。焼きおにぎり。そう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 、で、もっと胸張っちゃっていいです。そう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 、そう。おお。おお。塩、全然重りいけそうですね。全然いけそうです。これをつけてみますか。つけてみます。おお。これ、下向きやけど、ちゃんとここに入る。そう。そうシートが若干前のめりになってるから。あ、なるほど。いいんですよ。なるほど。焼きおにぎりめっちゃ食いたい。食べたくなってくる。焼きおにぎり。いけるいける。そう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 、それ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 。そうそうそう。めっちゃいいめっちゃいい。そう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 。フライ気味の三。そう、めっちゃいいめっちゃいい。そう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 。二周ぐらいですかねこれ。いや。いや。オッケーです、オッケーです。ナイス。やば、これやばいですね。うまいっすね。そう、いけてます。いい焼きおにぎりでした。いい焼きおにぎりでした。いけてました。あの結構女性で多いのがやっぱりこうグーってこういうのを握っちゃいがちなんですけど、ちょっとしっかりこうこの部分で押してたから OK です。 OK です。よかった。 OK です。結構グーってあの力入りやすいんですけど、女性ってだけど握ったらこうなっちゃうから。そう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 、だからもうあえて握らんという。さすが合ってました。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。あとでまた写真撮って。あ、それは頑張ってください。いやでもすごいですね、あの大胸筋で教えていただきました。大胸筋呼びしちゃった。いつもこっちの動きばっかなんで新鮮やけど、ちゃんと入ります。
しかもめちゃくちゃハイレップですね。いつもハイレップです。いつも20レップ。20レップ。すごいな。だから15とかやと少なく感じます、ね。最初からずっとハイレップしてました。大事っすね、ハイレップ。筋繊維を分けるみたいな気持ち。いじめ抜いてる。そう、いじめ抜いてる。もうそろそろ終わりかなってところからめちゃくちゃ行きました。体って花火ですもんね。一瞬ですから。めっちゃ名言出た。いやマジで一瞬。そうです。だからこそ残さないと、ね。
どんな確認としかない。ただね、絵的にはめちゃくちゃいい絵が撮れました今。いや、すごい本当に顔が ね、すごいパリって、あー、いい感じ、うん、するさ、この一瞬のここだけで、うん、ここだけです。すごい、今こんな感じ、おお、めちゃくちゃいい感じ。ここがね、うん、ちょっとまだいるんですよね。そこ手強いですよね。ここね、こっちはいけても、うん、もうちょっと、もうちょっと、もうちょい。小学校の時にアメリカに住んでたんですけど、おー、はい、日本帰国した時に、はい、なんか礼儀が分からなくて、はい、なんか頭下げるとか分からなくて、あ、はい、小学校1年生とかに言って、うんうん、でお母さんに頭下げなさいって声されたのがめっちゃ嫌で、うんうん、やめてーみたいな、初めて反発して、うん、で親にこれは日本の武道を叩き込まなくなって、でもほんまに戦わせるのはかわいそうやから、はい、うん、あの、うん、演武の合気道になって、その合気道は嫌々 やったから、うんうん、でもやめるって言えなくて、結局9年ぐらいしてあの袴まで履いておじいちゃん相手にいつもやってました。そう、でもそれがでも今のトレーニングめっちゃつながってて、おー、うん、合気道って自分の力で倒すっていうよりかは相手の力を使って倒す、だからそんなに動かなくても関節でちょっと動かしたら向こうが動いてくれるみたいな、だから力の加え方とかも自分でグッて力まずにこう自分の重心移動とかでトレーニングとかにもつながってるから、へー、つながるんですよ、うん、もう今までやってきたことが、うん、ヨガもやってたんですけど、うんうん、それもその骨盤の動きとか、はい、もう私肩甲骨やばいんですけど、うん、おーこういうのとかもすごっ、うん、結構その、うん、ポージングの、うん、その時に広げやすい、はいはい、感覚とかもなんとなくでできるようになって、うん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 、まだまだなんですけど、いやでもすごい、そう、なんかつながってる気がしますですね、今までの積み重ねの集大成みたいな感じが今
いや、そう、そうなってたら嬉しいな。またこれが、また別のことにつながっちゃうでしょ。楽しみですね、将来どうなるか。楽しみ。でもトレーニングはマジで、どんだけやっても、うん、ね、そこ尽きない。そう、ずっと本当に。燃えちぎれそう。まあ、全然やめたいって思うことないんですか？トレーニングですか？トレーニング。トレーニングでも、うん、あんまり思うようにいかへん時期ってあるじゃないですか。あります、あります。重量上げたいのに上がらへんとか、なんか毎回なんかこっちの肩変やんみたいななった時は嫌になるけど、うん、でもやっとったら絶対良くなるって思ったら、早くその良くなるに行きたいからやりたくなる。サボる時もあるんですけど、まあまあまあ、でも大会前になると楽しみが勝つ、うん、大会のステージの楽しみが勝つから、だからなんかもっとやったってなる。でもトレーニング始めてから途中でやめたことはないかも、うん。すごい考え方が勝てる人の考え方っすよ。いや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 、全然そんなことない。勝ちたいな、来週。来週か、来週も目の前っすよね。いやー、マジで一日一回も無駄にできないなと思います。頑張ろう。でも本当皆さん、インフルエンサーとそうっすけど、背負ってるものが、まあ、一般人というか、まあ、違うじゃないですか。そんなことないですよ。でも、だってもう、お勤めながらとか、家族いながらみたいなやってる方の方がやばいです。確かに、その方たちも皆さんすごいです。で、私は、こう、見てくださる視聴者さんもいるし、こう、支えてくださる方もいるから、みんなの力で、よし、頑張るぞ、うん、ってなれる人それぞれ人生があるから。だから、もっとすごいなと。すごいですね、モチベがすごいですね。みんな見て、私も、うん、まあ、モチベもらってます。あ、めちゃくちゃ素敵ですね、考え方が。素敵すぎじゃないか、やっていけない。暑いもう。今日は胸と腕のことなんですけど、絵面的にリアを取っていただきたいということで、ちょっとだけ最後の一種目にこのリアをやっていきます。
ミヤはいつもこのこういう動きのやつするんですけど、そのケーブルのこの位置が映えるということなのでやってきます。誰が見てもフォームがうまいって投げますね、これは。嘘、嬉しすぎます。本当に体の使い方がめちゃくちゃ綺麗、綺麗、すごいっす。気持ちいい感じ。肩トレなので2セットではあります。はい、ということでトレーニング終了でございます。ありがとうございました。今日はデルタさんの撮影で来たんですけど、その後自分のトレーニングをさせていただいて、めちゃくちゃかっこいい絵面を素敵なカメラマンさんにめちゃくちゃいい機材で撮っていただいたので、ぜひデルタさんのインスタグラムをチェックしてみてください。こんなに名だたる IFBB プロラバー、スポモ、クロ、ナースケ君、スカケンさんいる中に書いちゃった、書かせていただきました。なのでぜひ来られた方はこうやって写真載せてください。ということで本日も動画ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。